さっ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 もうこの動画編集しないでアップするんで。もうそこだけ、ご了承ください <laughs>。どうもみなさん、こんにちは。キヨキヨです。<laughs> はい、とうでみなさん、見てましたかえー、クラロアリーグアジアシーズン2。えー、えシーズン2だよね。そう、シーズン2の、えー、っと、なんか、デイスリーの日本戦。<laughs> あれだか、なんか照明、正面、正面弱いかな。ま、あこれでいいか。いやー、出とねおめでとう <laughs> いやー、おめでとうマジでおめでとー。いやー、じゃ、あの、この動画、 えっと、その、クラロワのね、クラロワをご存知ない方のために一応説明すると、クラロワの e スポーツリーグが今もう始まってますと。で、まあ4チーム日本からよえ出てて、僕がめちゃめちゃ応援してるデトネーションゲーミングっていうね、えー、ルイス選手、テンプラ選手、ピラメキ選手、ゴー選手、この4人がもう頑張ってるんですよ、マジで。部活みたいに。あ、本当におめでとう。で、そのね、デトネーションゲーミングが今日、もうさっきです。 でもうほんと2分前ぐらいに試合終わって、今、動画撮ってるんですよ。いやー、かっこよかった。ねセットワンのさ、何その、2v2 協力バトルでさ、もう、ルイス・コーペアがもう、勝ったし、そ、勝ったし、すげえで、しかも、すげえのがさ、その、勝つ、勝った相手が、ラッド選手と焼き鳥選手のペアで、その選手は何、何あの、クラロワリーグのシーズン1でさ、なんかもう、優秀賞、2v2 みたいな、うんすごい人たちなのよ。 すごい人たちに0戦目勝ったのね。やばいいや、もうマジでおめでとうございます。あのー、僕がね、デトネーションのがマイクこっち見てんな。僕がね、デトネーションゲーミングの選手たちとなんで仲いいかっていうと、そのルイス選手が僕の中高ずーっと一緒にゲームしてたんですよ、マジで。 ずーっとゲーム、あの、友達で親友でやってて、で、大学は違うんですけども、ちょくちょく会ってたりはしてて、まあ、大学生になってクラロはやってて、プロあるらしいよ、みたいになって、まあ、プロになったみたいな感じなんですよね、ルイス選手。で、そこから、シーズン1が終わった後ぐらいに、なんか僕とあの何、何あその、僕の家に、コウ選手とか、ピラミキ選手とか、まあ、あとは、後から、ま、テンプラ選手とかがこう来て、遊んでるわけですよ。で、そこもなんか感情移入しちゃうよね。 なんかもう、だってさ、めっちゃ本気でやってるから、もう、本当に、無限にね、この、この辺で、クララをずっとしてるわけよ。もう、そこも見てるし、で、あとはなんかその、まあそこがでかいかな。まあそこがでかくて、その、いつもはさ、いつもはもちろん集中して、まあ、プレイとかもしてますけども、なんかこう、まあ、オフの時、オフっていうかまあ、気を抜く時はさ、なんかこう、かわいい、かわいいって言ったらな、んかごはんあるっすけど、すごいこう無邪気にさ、 なんかこう、まあね、ねそのゲームしたりだとか、ま、あの、美味しいもの食べてとかしてるわけですよ。だからそこも見てるし。で、で何、何そのクラロワリーグアジアシーズン2見たらさ、めちゃめちゃ本気の顔してさ、やってんじゃん。いやーもうごめんなさい。もうこの動画はもう本、もうほん、なもう、何かを訴えようとかいう動画じゃなくて、僕の気持ちの動画です。いやーおめでとう。 で、まあ、なんか、ちょっと、大会のシス,ステムとかも、ちょっとよくわかんないですけども、まあ、よくわかんないっていうか、なんかその、勝ち、なんか、なんじゃんなんか、ワイルドカードとかさ、なんかどうなったらワイルドカードになるのかとかさ、あとなんか、日本でどういう成績を残して、海外とどういう成績を残したら、なんかこう、上に上がれんのかとか、ちょっとあんまよくわかってない。発表されてんのかなちょ、発表されてなかったら、ちょっとあれわかんないですけど、ま、じゃよくわかってないんですよ。ただ ま、勝利するっていいことやん。っていうところでね。発表されてないよね。多分わかんない。ちょっと僕の勉強不足だったらちょっとごめんなさい。ただからね、ま、あちょっと、もし発表されてたら後ほど見ようかなと思うんですけども、おめでとうございますいや、もうあの、何さっき、ま、あそうだね。もうなんか見ててさ、僕ツイッターにさ、動画あげたのよ。え <laughs>、ーれ ?DNG?DNG とかやってたけどさ、みんなさ、ワンチャンここで僕の提案。僕の提案でさ、なんかこう、レトネファン、いるじゃん。 でも視聴者さんの中にもいると思うんですよ。DNG ファンがね。だからさ、僕はね、なんかこう、DNG!DNG!DNG! って応援したいのだから、例えばなんかさ、あのー、なに こうなんか決勝戦とかが、例えばだよ。例えばパブリックビューイングがあったりとかさ、あとはそのなんか実際に観戦できるよみたいなのがあったらさ、もう DNG ファンでさ、DNG、DNG ってやりたくないそれやりたいじゃん。だからちょっとマジで DNG も頑張ってもらいたいしね。うーん、いやーもう楽しみ、楽しみっていう動画でございました。ははは。 それだけの動画なんでね。あの、今日別になんか編集とかはしないかもしれない。いや、多分もうすぐは出し、出したい。もうなんか、僕の YouTube チャンネルは、もちろん面白いもの出したりとか、まあ僕がハマってるもの出したりするんですけど、こういう僕の気持ちを表現したい場でもあるから。そう、そこはちょっとね、なんか、よろしくお願いしますと。<laughs> いうことでございました。はい、ということで。えー、次回の待って。次回の次回の試合は、これ乗ってんのかな今、クラロワに。今、クラロワ開いてるんですけど、 このさ、クラロワにさ、e スポーツタブができたじゃん。あ、うわ、え、ええー、めっちゃ後やんええー、早く見たいこれ <laughs> 見て、はいちょっ。ちょっとなんか、はい、YouTuber っぽいことするけど、こうやって、はい。あはこれ見て。次さ、えー、ポノススポーツバーサス、デトネーションゲーミング、開始まで、6日間と21時間と36分。約1週間後や。1週間後、あの、もうね、 ポノスだよね。あの、もう日本最強というかさ、もう強超強豪のポノススポーツとデトメが戦いますんで、ぜひ <laughs> とみさんまあもうもちろん、おたもどっちのチームにもね、ファンいると思いますけれども、盛り上げて、もうね、応援できればなと思っております。はい、ということで、こんな感じです。毎日こんな感じで ゲーム動画とか実写動画アップしておりますので、まだチャンネル登録お済みのない方、<laughs> ぜひともこちらの顔のボタンからチャンネル登録していただけますとね、えー、最新の動画の通知などがいって見やすくなるかと思いますので、ぜひとも皆さんチャンネル登録お待ちします。そしてこちら、プレゼント企画動画、そしておすすめ動画ありますので、まだ見てない方はぜひとも見ててください。<laughs> ということで、ご視聴ありう。もうこれ編集しないからもうこ、このままで。じゃあねー。